優しくけなげに込む。
して微笑む人生で今日はそうだな。よし、どこ行ってたの？棒がないね、いつも。棒、どこ行っちゃったの？あった。今日は何日か言うと、2020年の、8月の7ということでね。今日も一日丸儲けということで、まあ今日は朝から自転車で回って神社を4つ回ったと。これまあ、いずれもいろいろ頼んできたと。こういうことですわ。まあ、そういうことで、どうですか。ちくりんさん、こんばんは。昨日はお疲れ様でした。あとくまちゃんライブを覗いたら、すでにバトルが始まっていて、3時過ぎまで見ちゃいました。寝不足なので、今日は静かにしています。別に喋ったっていいよ、そんなもの。静かにしなくたっていいんだよ、そんな。別に関係ねえで、そんなもん。自分を作っちゃあかんって。そんなの出しちゃええや、そんなもん。一回写真送れや。人相どういうふうだか、ちょっと待って。熊ちゃんは芸能人。昨日は5時間ライブだったんですね。昨日のライブのチャット欄は開放されてないんですね。いや、なかったな。なんでかな。じゃあ自分が消したんじゃないよ。なかったな。あれ、あんまりひどいもんだで、YouTube が消したんだろう、きっとね。あら、こんなもん、YouTube の、恥だ、みたいなこと。多分そうだ。いや、俺消してないよ。自分は消してないよ。なんでかわからん。あんまり長すぎないな、ね。5時間だから。長すぎたんだ、多分。それで、まあ今日はね、大ニュース。中国が SWIFT っていうね、これね、銀行の送金の仕組みなんだけどね。ここからどうも離脱するらしいと。えらいことです。大変なことですよ。これね、中国はまあ、なんかドルと円を切りますよっていうような話なんだ、これ。これえらいことです。これ、もしかしたらビットコインが、もうめちゃめちゃ上がるかもしれない、これ。これ、中国がドルから独立しますよみたいな話。これ、送金システム。まあ、これで大体世界中は、お金をやったり、こっちやったり、こうやったり、その仕組みから離脱するっていうことは、中国は独自で何かでやるってことだ。もうまあ、おそらく考えとるだろうけど、あ、いいか、今日消しゴムで消してくる。これね、一宮の M さんがね、今日朝 YouTube 見たらいろいろ言っとったんだけどね、ちょっとこれ消しゴムで消して、いろいろ、M さんはね、買いポジションでね、二つに分けて、入ったと。で、まあ、あんまり、まあ、思ったようにいかんから、手動で決済したって言ってました。で、まあ、ビットコインは下がっても、1万800ドルぐらいまでは下がるだろうということで、まあ、全体的には上昇だと思うということで、だけど、その、上に上がる勢いが全然ない、まあ、いうことで、こういうふうに下がっていくか、こういうふうに、まあ、これ上がってないんだけどね、まあ、まあ、横ばいみたいな感じ。こんな感じで予想してたね。一両目の M さんはね、ちょっと待って、船山さん、こんばんは、お疲れ様でした。お願いいたします。まあ、そういうことで。で、ちょっとこれね、あれこれちょっと待ってね。そう、これね、これ、オリーブのね、オリーブの黒川さんが言ってたんだけど、まあ、FRB がまあ崩壊に向かってるということで、まあ、ドルが崩壊する。まあ、するということでね。まあ、これ中国はドルからちょっと距離を取るよっていう話もこの中の一つなんだけど、で、まあ3年、この黒川さんが言うにはだよ、3年前に中国を潰すということを決めたっていうんだな、この国際金融資本家というのが3年ぐらい前に決めた、まあ、通称ウォール街っていうんだけど、そこが3年前にどうも決めて、まあ、現在のこの動きがあるんじゃないか。
たってこと言ってたら、まあ、自分もね、そう言われてみればそうかなと思うね。まあ、3年ぐらい前に、決めてね、まあ、順番にいろいろやってきたということで、まあ、今回の米中対立になったということだね。それからね、これね、誰の YouTube か知らんけどね、見てたらね、豊田章男社長さん、これね、まあ、この人、自分は見た感じ好きだけどね、人相がいいでね、年収がね、4億4900万円だと、この社長、これ豊田の社長にしては安い、少ないと思うね。で、副社長っていうのがいてね、フランス人、副社長、この人がなんと12億3900万円だと。何これ、社長がこれ、だから3分の1の社、給料っていうことなんだ、トヨタっていうとこは。まあ、この社長は、まあ、その分、従業員にやってくれみたいな話かもしれんけどね。だけど、これ誰かが言って、ちょっと誰だか忘れちゃったけど、中国にものすごい入れ込んでるらしいんだわ。トヨタっていう会社は工場を作ったりさ、部品を向こうで作ったりなんかいろいろして、中国とすごく関係があるんだと。だからこれで困るでしょうと。今に困りますよということをね、この誰だって YouTube で言っとったんです、そういうことを。まあそうかもしれないなと。はい、それから昨日は広島に原爆が落とされたという日だったんだけど、75年経つということなんだけど、まあ、この、まあ、自分が思うにね、自分が考えるのは、その人類が猿より下。人類というのは、猿より毛が3本多いとか言われてる。実は違う。人類は猿よりバカだったところだ。これで証明されたんだ。これ人類、核兵器を、人類の、住んでるところで使用した。これ事実でもって人類は猿より下だってことが証明された。猿はそんなことしない。だから人類は猿以下だってこと。でね、まあ詳しく言うとね、広島はプルトニウム型の原爆ということだ。プルトニウムを爆発させ、核分裂させる。それから長崎はプルトニウムといって全然違う。もう作り方がもう全く違う。二つの原爆。でね、ネバタっていうところで、アメリカの砂漠ね。そこで実験したんだ、一回。大体ね、いつ頃とか、2週間ぐらい、3週間ぐらい、すぐ前で、直前だよ。広島に落とす直前に実験したんだ。これなんで実験したか言うとね、このウランの方はね、爆発する地震があったらしいんだ。研究して作った人たちは。まあ、ウランは爆発するだろうと。原子炉とかなんか、あったからね。だけどプルトニウムはちょっと自信がなかったわけ。本当に爆発するかどうかわからん。だから3発あったわけね。その当時3発あって、プルトニウムが2発あって、現場ウランが1発あった。でウランはこれはおそらく爆発するだろうということで、まあ実際やろう、実際使おうということになったんだけど、プルトニウムだけはどうしても、ね、ちょっと心配だということで、ネバタで一発実験した。プルトニウムの方は、その2発あったプルトニウムを一発実験で使ったわけね。で、見事に爆発した。それで、それを持ってきて長崎に落としたと。こういうこと。だから、ウランとプルトニウムと、その、できるだけ同じような条件で使用しろっていう命令だって、大統領命令っていうのがあってね。大統領のね、原爆投下命令っていうのがあるんだ。文章が今もあるらしいんだけど、そこに条件がついてるんだ。いろいろ。結構いろいろついてる。こういうふうにしろ、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 こういうふうにしろ。のあるで、その中に実験なんだから、なんせ。実験だから、違うとこでやるとダメなわけじゃない。比べれんわけじゃない。大体同じとこでやらないと。うん。で、その同じとこでやるということで、まあ、広島は、まあ、初めから決まっとった。で、もう一つはね、小倉だった。二番目は小倉。だから、広島と小倉で落として、調査して、どちらが、効果があるかとか、まあ、いろいろ調べようと思ったわけ。ところが、その B29 ってやつがね、
プルトニウムのね、原爆積んだやつが、テニアン島だったかな、どこかあっちの方がビューン飛んできたの。あの、小倉目指して。で、小倉へ来たんだけど、で、ぐるーっと回って、小倉の上空を、こうね、しばらく回っとったの。なんでかっていうと、曇っとった。小倉がね、曇り。でね、大統領命令で、曇った日はやっちゃいかん。曇った日はわからんで、調査が。撮影する飛行機も来とるわけじゃん。実験だから。だから、飛行機でブーって来て落とすんだけど、後ろから撮影する飛行機も来とるもんで、それがその、曇っとったらやりにくいわけじゃん。だから、曇った日はダメですよってことになってるわけね。大統領の爆撃命令。だから、もうしょうがないから、ちょっとしばらく、30分ぐらいかな、多分ね、待っとったんだ。待っとったっちゅうか、どうしようどうしようって言っとった。どうしようどうしようと言って、小倉の上を回っとったの。B29 が、プルトニウムの原爆積んだまんま。ほんで、もう、こら、あかんだって、これダメだろ、これはもう。ということで、まあ、燃料もあんまり、十分あるわけじゃないもんで、まあ、帰らなあかんからね。テニアンかどっかあっちの方で。だからぐるぐると回って、ほんで、まあ仕方がないな、まあじゃあちょっと長崎見ていくかと言ったんだ。で、B29 が長崎の上に行ったんだ。それじゃ長崎も曇っとったんだ。ほんでね、あ、こらあかんな、長崎も曇りだから、これはダメですね、これはもう帰りましょうかと言っとったら、その部分だけが、長崎の上だけがなぜか晴れた。雲がなくなって、雲が切れた。それで、その B29 のそのプルトニウムの長崎に落とす人は、よし、今だっていうことで、その長崎の大体中心のあたりまで行って、パラシュートかなんかでポッと落とした。で、なんかずっと落ちてくるうちに、地上800メートルかどうか、その辺で、ボーンと爆発した。で、それはちゃんと、撮影しとるわけじゃない。撮影隊がいて、実験だから。実験だから撮影して、まあどういう効果があるかと。結局、まあアメリカは、もうこれからは戦争は原爆だっていうことが分かっとったからね。原爆をどんどん作るわけじゃない。作るのに、プルトニウムがいいか、ウランがいいか、まだ分からんわけじゃない。やってみんことない。ほんで、やってみたわけじゃない。で、まあいろいろ調査して、いろいろやってみて、で、今はもう、多分世界の原爆のほぼ全てがプルトニウム。プルトニウムの方が良かった。そこで実験して分かった。プルトニウムの方がよろしい。実験結果が出た。だから今はプルトニウムが主流。ウランはあるかどうか多分ないと思う。わからんけど。プルトニウムが主流になる。で、プルトニウムっていうのはどうやって作るかって自然界にはないんだよ。確かね。これでね、どこで作るか言うと、原子炉で作る。原子炉。ウランを核分裂したときにできるわけです。で、だから、ウランを核分裂させなあかんわけ。プルトニウム作るには。ということは、そこらでね、のっぱらでね、その広っぱでウランを核分裂させるわけにいかんじゃない。いろいろ放射能が出たりするから、原子力発電所っていうのがいるわけだ。原子力平和利用ですよ。原子力発電所、平和利用ですよと言って、そこで、核分裂させて、プルトニウムをどんどん、分裂、分離して、溜め込んだところ。で、日本は、なんと、6000発分のプルトニウムが日本は、所有していると。こういうことになったわけです。6000発。だから世界中は、日本は、核保有国だと思ってるわけ、みんな。プルトニウムがある。プルトニウムさえあれば、ここのすぐ近くのね、中部大学の教授、武田教授っていう人が言うにはね、プルトニウムさえあったら、日本の技術があれば、3ヶ月で原爆ができるって。まあ、みんなそう言っとる。科学者はそういう。だから簡単なわけだよ。だからプルトニウムがこうなったんだけど。プルトニウムさえあれば原爆なんてのはな、そんなものは原発を動かす技術と比べる。なんてことは子供みたいなもんだと。すぐできると。3ヶ月でできますと。こういうこと言ってる。で、現に日本政府のどっかが、ね、研究して、1000億円かな。結構金額は多かったけど、それだけあれば原爆できますと。プルトニウムがあれば。と言って報告書を出してる。
新聞にニュースで、ちょっと待ってね。古山さんが B29 で広島原爆投下 B29 内で撮った映像流れてましたね。そうだ、だから、その実験だもんだで、もう詳しく調べれないかんわけ。どういうこと、どういうこのデータを調べ、収集して、その後の開発に役立てるということなんだ。だから、まず晴れてなきゃいかん。それからもう広島は一箇所決まってるから、広島と同じような条件でないといかんよということで、小倉が選ばれたけど、小倉は運悪く、まあ、運が良かったかもしれないけど、曇っとった。で、長崎と。で、長崎はこう、なんかどっちだかというと、すり鉢型みたいな感じの地形らしいんだ。よく知らんけど、だからあんまり良くないんだ。広島が平らだから、平らでなきゃいかん。こういう感じのとこだと、放射線がバーンと行くもんだで、あんまり良くないんだって。同じような条件でやりなさいよっていう大統領命令が出とったらしいので、まあ。だからそう、だけどまあ、持って帰るのもなんやで、まあ落としていこうか、いうような感じで、長崎に落としたんだ。で、だから長崎に9月、8月の9日に8時何分に、9時か落ちたんだ。広島は8時15分だったかな。それが原爆ね。そういうことなの。で、その後もうすぐね、水爆ができたんだ。原爆ができたら水爆ってのは割とこの、まあ、親戚みたいなもんだからね。ボーンと。で、作ったんだ。で、その、まあ、アメリカは開発したんだな。ロス・アラモス研究所っていうね。で、そこの所長ね。オッペンハイマーっていうね人、オッペンハイマーっていう人がいたからね、3年日本が戦争に負ける前に間に合ったの。オッペンがいなかったらね、間に合わなかったの。戦争終わっちゃった、だけどオッペンハイマーがおったもんで、もう 3年ぐらいババ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 バ作っちゃった。あれね、オッペンハイマーっていうのは、まあ、あんな原爆にね、原爆開発に関係しなかったらね、もうノーベル賞2つぐらい取っとる。そのぐらい頭のいい人なの、オッペンハイマーっていうね。で、あの人は結局、まあ、キグロウともう、こんな大変なものを作っちゃったいうことで、ずいぶん早死にしておくんだ。もう痩せちゃってね、ガリガリに。ほんで、まあ、日本にも来たんだわ。謝りに来たんだ。まあ、誠に申し訳なかったって。で、世界中を回ってね、いや、こんなもん作ったらえらいことになるって、人類が滅びる。人類と核兵器は共存できない。もうやめよう、やめようって。もうお前が作ったんだろうっていう話だけど、ほんでもうオッペンハイマーの友達は、お前もう世界中行くな、もう殺されるから、もうお前恨み持ってる人いっぱいおるから、もう行くなって、もう随分言われたんだ。だけど言われたけど、オッペンハイマーは、いや違う、俺が責任があるから俺は回るんだって、痩せこけちゃってね、もうほんと骨とかみたいな感じで、ほんで日本もそれからもうアメリカとかヨーロッパとか世界中回ってね、物理学者の有名なとこ行って、もうとにかく核兵器やめようと、みんなでやめればできるんだと、核兵器やめましょう、核兵器やめましょう、核兵器やめましょうって言って回ったの。ほんで結局早死にした。まあ日本にも来たけどね、そういう人なんだ。もう作っとるうちにだんだん恐ろしくなってきたらしいんだ。いや、こんなもん作っちゃって、もうこれ人類が滅びるよ、これ。こんなもんを作って、こんなもんどんどん。だってどうせアメリカが作りゃソ連も作るに決まっとるんだね。で、アメリカが作ってソ連が作りゃイギリスも作るし、あれじゃない、中国も作るしさ、インドも作るかもしれん。そんなこと分かっとるやん。今の状態がもう予想されるじゃん。で、こんなもん、情報が漏れてくれば、どんどん作っていくわけじゃん。そうしたら、結局人類が滅びる方向に行くじゃん。で、オッペンハイマーが、もう皆さんのとこ回って、やめましょう、やめましょう、やめましょうって言っていった。で、アメリカが、いや、こいつはアメリカにとって危険人物だ、いうことで、もう失業状態になってた。全部の仕事を取り上げちゃった、オッペンハイマー。ほんで、痩せでこけちゃった。ほんで、まあ結構、早死にしちゃった。ちょっと待って。船山さんが、プルトニウム8キロ、愚痴で広島型一発作れますね。8キロ、まあ、ある程度ないとね、爆発しないらしいんだ。少し燃えるのは少しなんだけど、量がないと核分裂しない、連鎖反応しないらしいから。だけど、それがね、だんだん小型になってるんだ、今。
で、なんせ日本には6000発分 の、 あのプルトニウムがある。で、その、これはもう確認されてないの。あの、人から聞いた話だけどね、その、アメリカが日本にプルトニウムなんか日本に持っとると、今はアメリカ軍が追って抑えとるから、プルトニウムを勝手にあの原爆にするっていうことはアメリカが許しとらんわけ。日本にはあの核兵器は作らせんって、あの中国に約束しとるもんで、できんわけだ。ところがさ、いつも言っとるように、2027年あたりにもうあのアメリカ軍が帰ってくるわけでしょ。あの撤退するわけじゃん。で、それ撤退するのはいいけどさ、そこにプルトニウム残ってるわけじゃん。6000発分の。ね。だから、アメリカが内々で、その6000発をアメリカに返せと。返せっていうか、アメリカによこせと。お前のところに置いとくと原爆作るに決まっとるんやで。と言っとるん。だけど日本は、いや、そんなこと言ったって言って、これはうちのもんですからとこう言っとる。いや、うちのもんって原子力協定でよこせって言ったらよこすことになっとるやろって。その協定で決まっとるやろ。だから6000発のプルトニウムは、あの、アメリカ軍と共に、あの、アメリカ本土に持って帰るからって。まあいいよ、向こうに行って、これは日本のものですって張り紙しといてやるからいいじゃないかと。こんなようなこと言ってるわけじゃん。そういうことなの。で、あの、だいぶ昔の話だけど、キッシンジャーってやつがいてね、今も生きとるよ。キッシンジャーと、それから、ニクソンだったかな、大統領がいるな。その二人が中国に行ってって、相当昔の話だよ。それで、周恩来という人と話したんだよね。あの、まあ、アジア全体のことをどうするかって話をした。まあ、それはね、あの秘密部は何でもないのも公表されてる。で、その、あの周恩来と、ニクソンと、キッシンジャー3人だけど、主にあのキッシンジャーなんだ、まあ、今はそうだけどね、が、あの中国といろいろ相談して、あの約束したわけ。で、まあいろいろあるんだけど、その中の一つのとこで、日本について約束しとる、キッシンジャー。で、これは、また言うとね、またああだこうだって書き込みする人がおるんだ。お前、どこにそんな証拠があるとかなんかって言う人がおるで、俺、あんま言いたない。そういう、あの、ここの抜け取れないやつにあんま言いたないんだよ。言いたないけど、まあ、この際言わせてもらうけどね、あの、キッシンジャーが周恩来に何を言ったか言うとね、ちょっと待ってね、船山さんが、日本はプルトニウム25トンあります。あの、フランスかどっかにも置いとるんだ。日本のものということでフランスに置いてある。イギリスだったかな、あの分離 してもらっとるんで、向こうで。そのまま置いとる。でも、早く引き取ってくれって言っとるはず。まあ、それでね、キッシンジャーは、あの、周恩来に何を約束したか言うとね、まずね、まず一つ、日本にアジアのことについて口出しさせない。東アジアのね、東アジアのことについて日本には口出しさせない。日本には発言させない。こう言った。もうそれは今も生きとるんだよ。今もそれは有効。それから、あの、日本が膨張しないようには、軍事的にだよ。軍事的に日本が膨張しないように、アメリカが責任を持って押さえつけると、それが安保条約ですよ。こういうこと言った。安保条約でもって日本が膨張しないように、ちゃんと、あの、瓶の蓋みたい、蓋をするみたいにして、ちゃんと、あの、抑えると。それ二つ目ね。で、三つ目は、日本には絶対核兵器を持たせない。それから、あ、もう一つは、あの、自主的に判断でする軍隊は持たせない。自衛隊はあるけど、自主的に日本の独自の考えで軍隊を動かせるという軍隊は持たせない。そのためのものが安保条約ですと言って、周恩来に約束しとる。それは今も有効なの。今も有効って言っとるね。アメリカの、あの国務省が言っとるね。その約束は今も有効ですよって言っとる。とそんなことを日本で報道するわけないでしょ。都合悪いもん、自分たち。だからなんか、
核兵器作りましょうとか、ね、核兵器、核武装しましょうとか言ってるやつ多いね、日本で。結構おるよな、あの、YouTube なんか聞いとると、これからは核兵器で、日本を守らないといかんとかなんか言ってるけど、それはアメリカがおる限りはできない。で、アメリカが去っていくときはプルトニウム持っていくから、結局、あれなんで、できないんで、できないし、もう原子力発電所ももうね、だん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 できなくなる。ほんとプルトニウムもできなくなる。で、またフランスの方で、高濃度放射廃棄物からプルトニウムを分離するのも、アメリカがフランスに日本のやつやるなって言って、日本のやつやるなって、日本を核武装するでって、やめろって言って言うもんでやれんわけじゃん。今のハーウェイ買うな、みたいなもんね。そういう世の中ってそういうふうにできておるの。で、また、書き込みがある。お前、どこにそんな証拠があるの、どこにそんな証拠があって言っとるんだとか言って、そうじゃなかったら、お前責任取るかなって書き込みがある。その溝って言うんだよ。そしたらまた、今日も朝、その5時間、5時間ぐらいやる中ね、そうやってやる。いや、ほんで、俺、チクリさんは、あれだよ、YouTube にね、申請しとったで、こいつ、立ち悪いで、YouTube から排除しろって言って、あるんだよ、そういうことは。立ち悪いから、人間としても立ち悪いから、もう YouTube には、品のあるね、YouTube としては、不向きだから、このチクリさんは、ダメですから。もうアカウント消してくださいっていう。YouTuber でできるんです、それが。うん。で、この人は、報告っていうのがあって、何か言うと、性的な、なんかだとか、子供向けになんとかなんとかなんとかって言って、その他に、いじめがひどすぎるとかいうのがあるんだ。で、それだ。それをプチッと置いて送ったんだ。YouTube の本部に。もうこいつのアカウント消せって言って。だから、どうなるしないよ。消したっていい、体制に影響ないわ、そんな。はい、次行くよ。うん、ビットコインがね、どうもね、大量にクジラさんっていうね、ビットコインをたくさん持ってる人が取引所に移動しておると。で、これは結局、売って現金にするんじゃないかということなんだけどね。そうするとビットコインが下がるんじゃないかと。それからね、みんながね、上がる上がるなんて言い出した時が危ないんだよ。それから暴落するっていうことがあるから、みんなが上がる上がるなんて言い出したらもう売った方がいいよと。こういうこと。で、この人ね、なんとか言ったな、名前がね、ドルフィンさんって言ったかな。日本人なんだけど。昔ね、なんだったかな、株だったかな、ビットコインだったかな、若い女の子がね、会社の、自分とこの会社のね、若い女の子が、ビットコインっていうのは買った方がいいんだろうかって、相談に来たらしい、相談、電話が来たらしいんだわ、買おうと思うんだけど、どうでしょうかって言って。でその普通 の若い女の子だからさ、そんな若い女の子がね、そのビットコインを買った方がいいという人がおるけど、どうしようかって電話自分に来るっていうことは、もう日本全国みんなそう思ってるわけね。これものすごい危ないと思って、その電話を切ったと同時に全部売ったらしいんだ。そしたらドーンと下がったらしい。そういうもんらしい。うん、ちょっと待って、ちくりちゃん、私が。アウトならインチキ投資のエネコを進めている井田さんはもっとアウトですよ。被害者が出ますから。そんなことはわからんよ。進めとらへん、俺や。何も進めとらへん。そういう自分はそういうところにお金出しとるって言うだけの話やん。進めとらへんって何も。宣伝しとらへん。もうひどい、あれだよ。投資だから自己責任だよって言っとるじゃん。進めとらへんよ、いや、まだ報告しとらん。進めとらへんの、進めとらでアウトだって言ってる。こんなの、もう格調高い YouTube をけなすもんだから、もう不適格っていう。また今日出しとくわ。報告、もうこの人、アカウント取り上げてください。永久追放でいいですって。そういうことだ。それから、今話、ドルフィンさんだな、これも。結局ね、これがビットコインの、まあ、4年間ぐらいの、チャートなんだけどね、
こういうふうにブヤーっと上がってきたわけでね。みんな買ったんだね。でね、この辺にか、この辺で買った人は、そのまま持っとる人が多いっていうね。もう上がっちゃったから、含み損で。まあ、しょうがないな、っていうことで。で、この辺で買った人はね、まあ、小遣いの範囲で買った人が多いんじゃないかっていうことなんで、で、バーッと上がってきたんだけど。だから、この辺の人は売ったかもしれんけど、この辺の人は持ってるっていうね。だから、この辺の人がここらまで上がってきたら、売りますよっていう設定をしとるっていう。要するに、ここまで上がってきたら売りますよって。だから、ここに、この辺に来ると、ものすごい売りが入るもんで、そこを突き破ってなかなか上に行けんわけ。来ると売られるもん下がる。来る、上がると売られる、上がると、こういう感じで、ここを突破できんということなんだ。ところが、ここを突破したら、もう一気に上がるだろうということ。これは別に、他の人も言っとるんだけどね。このドルフィンさんじゃなくてね。まあ、そういうことでね。ほんでね、日曜日、急落があったんだけど、この3日ぐらい前だな。急落。まあ、これは普通、まあ、ビットコインで言うと、普通にある調整ということなんだ。まあ、暴落なんていうもんじゃない。調整。それからね、今はこのビットコインは火の打ちどころのない上昇の形だということを言ってるね。それから雲。これ一目均衡表なんだけどね、雲のことはちょっとよくわからんだけど、雲は、上がる上昇の雲の形をしていると、こういうことだね。それから、あ、これね、240万円、さっき言ったこの一番、この一番上ね、ここ、この240万円だった、ところは、まあ、この、なんとか言ったな、このドルフィンさんが言うには、簡単に超えると思う。この240万円をね、簡単に超えると思う。というのは、ここら辺に売りがたくさんあるもんで、ここを超えたら、ここは簡単に超えるというふうに、見ていると言ってましたね。まあ、そうかもしれんなと、そりゃそうかもしれんなと思ったけどね。ちょっと待ってね。ラッキーさんが、皆さんこんばんは。ドクター・モンローの島か鳥か、猿の惑星、猿は猿を殺さない、名セリフ。配信者は視聴者を殺さないのもよろしく。配信者ってない、自分のことか。自分のことで、あれか、YouTube に、この人はちょっと不適格だっていうことを報告するなってこと言ってるわけ？ちょっとラッキーさん、大人は引きずるな、という。いや、自分はね、やるときはやるよ、言っとくけど。いい加減のように見えるけど、もう何やってもいい加減、あいつはバカだね、何言ってももう、ヘラヘラしとるでね、何書いたってあんなバカだから、もうバカだから、もういい、ああいう風だわ、なんて思ってる。ちょっとやらせてもらいますよ、私は。という、そういうこと。自分はそういう風なの。いつまでもね、やられっぱなしになんていうのは、ダメだよ。やるときはやるの。最後まで。手加減しない。うん。手加減なんか絶対しないの、自分は。もう全力でぶつかってくる。うん。だから言ったでしょ、昨日でも。警察が職務質問してきたら、まあ、最初は静かに行くんだよ、こうやって、すみません、よろしくお願いしますって言うけど、向こうがなんか態度大きかったら、ね、こういうの、あんた誰に向かって物言っとるんや。俺ということ知っとるのかい、知って物言っとるのか、あんたは。一見、ちょっと今から名前言うから、県警で調べてみろと。ね、柳沢ってやつはこれどういう人間かっていっぺん調べてみろと。そしたら分かるやろ。いっぺん調べろって言って。そう言って、手加減しないよ、そんな。途中でね、いいですなんてことは、許すなんてことはない。うん、ちょっと待ってね。ラッキーさんがそう思われているって心は悲しいよ。それでね、人間っていうのはバカにされるんだわ。そのバカにされた時にやり返さな。徹底的に
もういい、死んでもいいやぐらいの、そうでぶち当たってきて、そうしたらやらない。そういうもん。猿と一緒なんでね。猿の世界と一緒なの。チクリンさん、ケって言ってない。だからどうなるか見ものじゃん。これ知らないこと、YouTube が考えることだから、俺は一応報告したんだけど、俺は被害、ひどい目に遭ったって、なんとかしてくださいという話で。俺、いいね、何。こっちはもう YouTube の、善良な YouTube の、使用者としてやっとるわけだ。ちょっと待ってね。ラッキーさん、人を信じられんの？信じれるわけないよ。人なんか、世の中で信じちゃいかんもの人なんだ。絶対信じちゃいかん。いつも言っとるね。人は信じちゃいかん。愛とかね、愛とか友情とかね、そういうものはないね、世の中には。ありません。いつも言っとるね。愛とか、それはテレビかなんかね、ドラマであるかもしれないけどね。愛とかね、友情なんていうものはない。損か得かです。そういうことなんだ。だから損だと思ったらやらんね。得だと思ったらやるんだよ。だからこのチクニーさんは、こいつはどうせバカだで。何書いたっていいやねんけど、ヘラヘラやってるだけやねんけど、バカだからって言って適当に書くわけだ。で、書いたんだ。ちょっと待ってってこう。それで済むと思っとんのっていう話。それで何もなかったように済んで世の中っていうのは通っていきますかってこと言ってるわけじゃん。どうなるか知らんよ、俺。別にどうだったっていいんだよ。そんなもの。関係ない。関係ないよ、俺。別に俺アカウント消されたって別にいいだよ。別のアカウント作ってやればいいんだよね。ちょっとめんどくさいけどね、変わるでね。一応申請しました。こんなのはもう人間としておかしいから、もうアカウント消してください。そういうこと。まあ、あれだよ。俺なんなら天皇陛下に手紙出すよ。手紙出すのこういう人がひどいことひどいこと書き込む人おるで、ちょっと天皇さんよろしく。お取り計らいお願いしますって。国連にでも手紙ですよ。国連にGoogle の、翻訳機能を使ってさ、まあ、こうこうこうやってこうやってひどく書かれたと。で、こうこうこう言ったらこうだったと。だから国連としてちゃんと然るべき手を打ってくださいって言って、国連に手紙出すの。どうなる知らんよ。どうなる知らん。国連に手紙出す。出せるの、誰も。誰でも出せるの。それから、ああ、そうだ。総務省がね、このインターネットを取り仕切っとるのは、取り仕切っとるというか、管轄しとるのは総務省だからね、高市さんっていう人は、女の人ね、高市さんって総務大臣、あの人に手紙出せる。請願書って言うんだけどね、請願法、憲法16条、請願についてっていうのがある。誰でも公務員に、請願、お願いができますよっていうことになってる。それは憲法第16条。で、その憲法第16条に基づいて、請願法っていう法律があるんだ。これはね、簡単な法律なんだ。請願法っていう法律でね。で、まあ、いろんな公務員に、文書でお願いを出すには、こういうふうにしてくださいって書いてある。詳しく書いてある。ちょっとお茶飲む。まあ、それでね、その請願法っていう法律に基づいてね、その請願をしたのはね、大体ね、今まで10回ぐらいあるの。まあ、いろんなとこだけどね、10回ぐらいある。で、大概返事が来るんだ。えらいもんだよ、あれで。返事が来るんだ。ただしね、木で鼻くくったような返事だけど、返事はね、大体来る。警察関係は来ない。天皇陛下と警察は返事来ない。でも警察、電話が来たことあるよ。返事は出せれんけど、この電話でダメですかみたいな話。ダメですって言ったけど、だけど、まあ一応、こういうふうに考えておりますみたいなことは電話で言ったんだ。それ請願した。天皇陛下は一度も返事来たことない。だけど、金融庁長官、それからね、どこだってかな。まあ、いろんなところ、そういうところは必ず来るの、返事が。だから、
だからこのチグリンさんのことでも、こうで、まあ、自分はね、被害に遭ったと、なんとかしてくれって請願書を出したらね、一応調べるんだ、向こうは。ちゃんと調べてね、それで適正に処理されております、みたいな感じで返事が来る。おかしなもんでね。だから請願は誰でもできる。日本人じゃなくてもできる。住所がなくてもできる。公園に住んどってもできる。だから、やり方はいくらでもある。国連にも出せる。出そうと思えば、国連事務総長宛てに、まあ、こういうふうで困っておりますで、なんとかしてください。お願いします。こういうふうと。トランプにも出せるんだよ。ツイッターでね、こう、読むかどうか知らんけどさ、出せる。お願いします。ちょっと穏やかにやりたいのでね、よろしくお願いします。こういうことで言えるわけです。まあ、とりあえずは YouTube に申請したっていうか、まあ、この人のアカウント消してくださいと、こういうこと言ったんだ、どうなるじゃない？それ。調べた結果、いや、向こうは正しくて、お前が間違ってるわって言われるかもしれない。ちょっと待ってね。ラッキーさんが、重ねた日々のヒデ氏の毎日の積み重ねは素晴らしいのに、ミーハーが芸能人のサインを喜ぶ感覚、そういうのが理解できないんだよな。そんなね、あなた好みの人間じゃないよ、自分は言っとくけど。そんな、来なくていいよ、そんな。自分の好みの人間を求めとるなら来なくていい。書き込みしなくていい。それも、自分と考え方が違っても決まってるですね。自分と同じ考えなんかおるはずがないじゃない、世の中に。だから面白い。だからもう、いや、今度ね、実は天皇陛下に手紙出そうと思った。請願ね。請願という形にせんとダメなんだよ。もう自分の考えを書くにしても、請願という形にしないと出せれんの。なんでかっていう、請願法って法律に、いろいろ書いてあるんだ。こういうふうに書きなさいって。まあ、日本語でないといかんとかね。意味がわからないとダメとかね。そういうこと書いてある。で、天皇に対してはこういうふうにしなさいって書いてある。ちゃう、わざわざ書いてある。だから、まあ、その部分を活用してね、今度出そうと思って、なかなかもう1年ぐらい前から出そうと思ってるけど、出せれんけどね。まあ、そのうち出さなあかんと思ってるけど、要はね、もう京都を帰った方がいいと思うよっていう話なんだ。東京にいるでしょ、今、皇居。昔の江戸城だね。徳川の江戸城。あそこなんだけど、まあ自分としてはまあいろいろ考えるとね、まあまあにアメリカ軍がそれこそ撤退すると。ほんで、まあ北海道はロシアが使わせてくださいってアメリカに頼んでると。で、九州の方は、まあ多分ね、分からんけど、中国が7つぐらいに分裂すると思うんだわ。7つぐらいに分裂するけど、まあ、真ん中辺の国がね、沖縄とかね、九州の辺りを使わせてほしいって言うと思うんだわ。もう今でさえ来とるんだからさ、言うと思うんだよ、使わせてくださいって。で、ところが日本は高齢化で、もう力ない、税収もないし、借金しっかりあって、もうどうしようもない。だから3つに分割されるわけじゃん。で、そういう時になった時に、まあね、ロシアとか、まあ、中国とかあっちの方だと、まあ、天皇に対してあんまりよく印象よ、あのわ悪い印象を持ってる人もおるわけじゃん、現実には。だから、あまり日本政府とぴったり密着してね、近いところにおると、同一に見られるから、もう早めに京都に帰って、天皇は京都におるんだということにした方がいいんじゃないかと、そういう話なの。そんな難しい話じゃない。ちょっと待ってね。平岡さん、アメリカに着くか中国に着くかじゃないの？ちょっと待ってね。ラッキーさんが、配信者さんも試験で、視聴者さんも試験で、ちくりんちゃんはにぎわかせ。まあ、枯れ木も山のにぎわいってやつかな。
アメリカに着くか中国かに着くかじゃなくて、アメリカはもう去っていってちっちゃくなる。今のイギリスみたいになる。大英帝国がちっちゃくなったでしょ。今、大アメリカ帝国もちっちゃくなるの。永遠に続いた帝国っていうのは歴史的にないわけだ。でそういうこと言ってるんだから、アメリカに着いたっていうのは、そんな、なめくじに塩かけたような状態になるんだけど、つきようがないんだよね。それを言っとる。まあ、いいや、わからな、もう。そんなことは。どうでもいいんだよ、俺は。まあ、そんなもん、もうそんなことをここで口から泡飛ばして言うことでもね。だって、どっちでもいいんだよ、俺は。そんなこと。恨まれるでね、そんなの言いたくないね。まあ、ちょっと待ってね。それから、船山さんが YouTube でアカウント停止された場合、新しいアカウントを作り、再開できます。そうだよ。政治批判で一度停止され、すぐ回復させました。余談です。あ、そうか。そういうこともあるな。おう、だからいいや、また作りゃ。何事もできる。アメリカの議会で、これアメリカの議会ね、台湾について法案がなんと5本も成立しとるらしいんだ。台湾をまあ一つの国として認めろというような 法案なんだけどね。それで、で議会というのは今までの反省でもうあの台湾をちょっと無視したというかな、台湾を重視しなかった反省があると。だからこんなこと、もうなんかアメリカ、中国にいじめられとるみたいな形で、もうこれは本腰で入れて、アメリカが台湾を守らなあかんと、こういうことなんです。そういう反省したらしいわ。で、これはまあ、及川さんっていうね、幸福実現党の国際局長っていう偉い人だけどね。アメリカは台湾を国家として承認する方向に進んでいる。アメリカは台湾を国家として承認するという。これも大変なことや、これ。でも最近高官がね、今週くらいかな、アメリカの閣僚級がね、台湾に行っとるらしい。台湾に行ってるらしいな。で、これはその次にポンペオっていう人とか、それから、あとはトランプが行くか、どちらかで、まあ、事前の打ち合わせに行っとんじゃないかと、こういうふうに言われてる、うん。ポンペオさんか、トランプが台湾に行くと。これはまあ、大変なことですよ。歴史的に偉いことになると、こういうことです、うん。はい、それからね、これね、自分のね、名古屋に住んでるね、某歯医者さんでね、まあ、今、歯医者さんやってないけどね、ちょっと自分とは仲良しなんだけど、三重県の山の中にね、家を一軒買ったらしいんだわ。いや、それもだいぶ前、もう20年か30年前に買ったらしいんだわ。たまには行こうと思って、週末はこの家に行って過ごそうと思って買ったいと言ったわ。ところがもう、全然行ってないって言うんだわ。それで、この間、昨日が電話かかってきて、4人ぐらいでここの家に行くぞって話した。でね、まあ、家だけ、農家らしい。農家で、まあ、敷地も結構あるらしいけど、まあ、そこで泊まってくるっていう話だけど、あんまり金があるなら、金いるならいけない、俺金がないでっていう話だけど、金はそんなにいらんでいいわっていう話で。で、まあ、ちょっとこれ行くことになったけど、家一軒買ったって。ほんで、今度見てきて、その家。ほんで、俺、自分が買うんだったらこんなにいくらで売ってくれるのって聞いてこようと思ってね。でも、自分が金が儲かったらね、金が入ったらね、もうその家、まあ、歯医者さん、自分がこの家引き取るで、お金渡して引き取るから、名義変更して、自分が土日ここへ来て住みますわ、みたいな。なんか綺麗な水が流れてるらしいんだ。川が。だから、三重県の山の中腹ぐらいなんだな。そういう話で、ちょっと行ってこようと思って。うん、そういうことです。いいんじゃない？それからね、これは前から進めとんだけど、結婚したい人ね。まあ男でも女でもいいんだけど、結婚したい人は、豊田市の結婚相談所、ここね、おすすめ。自分はね、ここをおすすめなの。ああ、ここね、600人登録したらしい。結婚したい人が600人登録してある。で、ここ登録すると、その登録した人のいろいろリストを見せてくれるから、リストを見て、ここの、職員にね、会ってみたいと言ったらね、日にちと場所を決めてくれる。
やってくれる。で、会ってみて、どうもちょっと趣味に合わんって言ったら、ここの職員に会ってみたんだけど、ちょっと今回は遠慮させてもらいますって言えば、ここの職員が向こうに断ってくれる。これ市がやってるんだよね。だからね、いいんだ。でも、ね、電話番号書いてるの、ここに。ここに電話すると教えてくれるんで、いろいろ詳しいことを。ここね、電話すると。なんかね、休みの日があるからね、必ず電話してから行った方がいい。で、そこに登録すると、登録の、書類を見せてくれるから。で、この人とちょっと会ってみたいって言ったら、会えるように時間と場所を設定してくれる。そういうところ。ちょっと待ってね。いいな。それから、ちょっと待ってよ。それから、カナダの女王ってね、これは自分がね、カナダ行くまでね、カナダに女王があるって知らんかったけどね。カナダの女王、なんで分かったか言うとね、ケベック市ってとこあるの。これ結構ね、北の方の東の方なんだ。太平洋岸、太平洋の方な。大西洋、大西洋。で、ケベック市ってとこあるの。まあ、日本で言うと京都みたいな、こう古い町なんだけどね、ケベック市。ケベック州っていうのがあってね、ケベック州っていうの大きいとこがあって、そこの日本でいうと県庁みたいなものがそこにあるわ。ケベック市っていうの。で、そこに、北米唯一のね、城壁なんだ。この石垣が周りに積んであってね、そこの中に何万人と住んでるの。今もね。で、石垣20メーターぐらいの高さの石垣で囲ってあるんだ、周りが。で、城壁になっとって、で、そこに行ったんだよ。そこを見に行ったんだけど。インターネットでね、ケベック市のその城壁って、どういう歴史的にまあどういうもんかなと思って調べとったの。ケベックのスターバックスで。スターバックスでコーヒー飲みながら、ケベックの城壁って何やろなみたいな感じで、こうね、地図があってね、見取り図があって、いろいろこういうふうで、ここはどう昔何があったとかね、いろいろ書いてあるんだけど、その真ん中辺にね、カナダ女王の別邸って書いてある。これね、女王の別邸って書いてある。カナダ女王の別邸がここにありますって書いてある。あれ？ちょっとなんか出てきちゃった。それでね、そこで考えたんで、自分は。ちょっと待ってよ。カナダに女王がおったなんて聞いたことないけど、見たことないけど、どんな人だったかなって。ちょっと待ってね。ラッキーさん、船山さんはその時心が痛くなったんですか？ラッキーさん、人にはたくさんの役割があります。配信番組の中にも、ちーちゃん、うまく言えなくてごめんなさい。でね、おかしいなと思ったんだ。カナダに女王がおらって聞いたことがないなって言って、さらに調べたら、何のことはない。イギリスにおるエリザベス女王がカナダの女王なんだ。それ兼務しとる。カナダの女王というのはエリザベス女王なんだ。普段というか、いつもはイギリスにおるわけ。ロンドンかどっか、その辺におるわけ。だけど、カナダの女王なんだ。で、なんかあると、本当は女王が来るわけ。来てなんかやらなきゃいけない。イベントがあると女王が来る。だけど、まあ、なんせ、エリザベス女王は80いくつとかね、高齢だから来れないわけね。だから、エリザベス女王の、指名する代理の人がおるわけ。カナダには。提督とか言ってる。で、女王が行かないかんところは、その代理の人が行くんだ。挨拶に行くっていうことになってるわけ。でね、昔はね、エリザベス女王が任命して、イギリスから来とったらしいんだ。代理ということね。ところが最近は、ね、違うらしいんだ。カナダ政府が選んで、この人をって言うと、エリザベス女王が、じゃあその人でお願いしますという感じになってきたらしい。で、決めるのはカナダ政府ということになった。最近はね。で、そうこう言っとったら、いや、なんで男ばっかなんだ。なんで女ばっかりなんだって言ったら、いや、なんで白人ばっかりなんだと。
なんで黒人ばっかなんだと、こういうことが。で、アジアの人間もおるだろうみたいな話になって、今は、その、まあ、白人男女、黒人男女、黄色人種男女、それから、なんとかかんとかなんとかかんとかってぐる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 回るようになってるらしい。だから、代理人は、もう いろんな種類の人間が、もうあんまり差がないように、カナダ女王の代理をやってると、こういうふうに書いてやってる。いやー、カナダ政府も気遣ってるな、思ってね。もうちょっと待ってね、平岡さん、カナダはフランスの植民地だったんじゃないですか。フランスじゃないね、イギリスだよ。フランスは一部フランスの植民地だったけど、戦争やって全部取られたもんで、イギリスの植民地だった。そこから独立したもんで、独立はしたんだけど、女王はそのまま残してるわけ。女王はそのまんまお願いしますっていう、独立して一つの国にしたけど、女王さんはお願いしますって、引き継いでお願いしますってことになってる。うん。それでね、確かにフランスの植民地もあったんで、それはケベック州の辺はね、フランスなんだ。皆さんフランス語喋るの。ケベックの最大の都市はね、モントリオールっていうところなんだわ。で、モントリオール行くとね、大体 80% の人がフランス語喋るんだ。で、フランス語の方がね、なんかね、ふわ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 って人、感じがいいんだよ。ふわ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 って喋る。フランスの人ね。だから、ケベックは独立したがって、独立運動がすごく盛んなわけだ。で、10年に1回ぐらい、住民投票があるんだ。独立するかしないかっていうの。それ結構いいとこ行くんだ。数字が 50% ぐらいのとこまで結構行くんだ。いいとこ。ああ、すごい激しいよ、あっちは。うん、ちょっと待ってね。船山さんが、私の場合、私が、51歳の時に、なんとか出血で、死別 の考えなかったのですね。なんかそういう時にやったんだよ。まあそういうことで、ね、その、カナダの女王は、そのエリザベス女王が兼務してます。で、さらにその、ケベックの、観光のこのいろいろ書いてあるのを読んだったらね、なんとその世界に16の国がカナダのじゃない16の国の女王がエリザベス女王、ね、で大きいとこは、まあ、カナダも大きい、それがオーストラリア、ニュージーランド、その辺が大きいけど、あとはねちっちゃいんだ、なんか島みたいな感じ。昔イギリスの植民地だった島がそのまま女王はエリザベス女王になっとって、で、代理がおるという形になってる。で、まあ、どこか忘れちゃったけどね、ちっちゃい、小さい国がね、一回ね、カナダ、女王、エリザベス女王を辞めたの。独立したわけね。イギリスから独立したら、その勢いで、その、エリザベス女王もいいですと、うちらでやりますからっていうことにしたらしいんだ。そこのちっちゃい国がね。で、その政府がそういうふうに決めて、政府の代表がエリザベス女王のとこ行って、まあ長いことをね、女王やっていただきましたけど、ご苦労様でしたと、今度からは、まあうちも独立したんでね。で、まあ自分とこでやりますので、すいません、長いことご苦労さんでしたと言って、イギリスのその女王に会って話して帰ってきた。そこの国にね。そしたら、そこの国の住民がものすごく怒ってね。なんだと。俺たちは独立をして支持して、独立は正しいと思うけど、エリザベス女王をね、辞めるさせるってどういうことやと。俺たちはもう働くのはやめようぜってこう、ゼネストが怒っちゃった。その国のゼネスト。仕事してないようになっちゃった。もう一遍頼んでこいみたいな話。で、もうしょうがないから、また、そこの国の代表が、エリザベス女王のとこ行って、いや、この間、こういうこと言いましたけど、また引き継いで、実はいろいろありまして、国の方で、まあ、いろいろ相談した結果、またお願いしようということになって、まあ、ちょっと本当は、まあ、いい加減にしておけと、帰れと怒られても仕方がないと思いながらも、今日来て、まあ、お願いします、また女王お願いしますって、こう言ったの、また頼んだ。で、エリザベス女王は、あ、国民の皆さんがそう言って、言っていただけるのは私は光栄ですと、やってほしいと言われるなら私はやりますと。国民によろしく伝えてくださいと、こういうふうに。
で今もこうエリザベス女王が女王の、そういうふうにものすごい。ほんでね、あの他の国もね、そういうことをやろうとした国があったわけ。あのエリザベス女王を辞めさせて、まあ、自分のところで何かやろうと思ったんじゃない。でもうそういうゼネストが起こると困るもんでね、それからピタッと止まっとんの。エリザベス女王を辞めるって話はどこからも出てないの。ピタッと。エリザベス女王ものすごい人気あるので、なんてことするんだみたいな。そういう話ね。ほんでね、もう一つはね、カナダの連中、言ってみたらカナダ人ね。カナダ人にね、このね、エリザベス女王、要するにカナダに女王がおるんだろみたいな、知らんかったみたいな話をするじゃない。そうすると、いや、何言ってんだと、カナダに女王おるよみたいな話でね。エリザベス女王なんだな、カナダの女王はって言ったら、そうなんだよって言ってね、大体みんな嬉しそうなの。カナダには女王がいるんだよって、ものすごい自慢して、あれ嬉しいんだなと思って、女王がいるっていうのは、ね、俺は初めて分かった。女王がおるっていうのは嬉しいことなの。ほんで、あのカナダにはいないか安いわけじゃない。日本みたいに皇室ってさ、ダーンとおってさ、住むとこも広いとこいるし、警察もしっかりいるしさ、まあ、警備もあるし、まあ、いろいろでお金かかるじゃん。ところが、女王さんは外国、遠くにおるわけじゃん。で、代理がおるわけだもんね。で、すごい安いわけじゃん、経費が。ほんで、みんな、うちには女王がおるって言っとる。いいなと思って。おう、それ。よし。それからね、次行くよ。どんどん。もう昨日遅くまでやったと、今日早く、あら、1時間経っちゃった。もうやめようか、今日。ね、自分はね、健康のためにね、体を石鹸で洗わないんだわ。まあ、この頭は洗うけどね、シャンプーで、かゆいで。で、健康のために体は石鹸で洗わない。うん、まあ、濡らしてタオルで拭くときに、まあ、汚れは取れるだろうっていうような話だけどね。まあ、だから、濡れタオルで拭き取るっていうような感じ。それでもう何十年も生きてるんだで、心配ない。で、風邪なんかひいたことない。で、風邪ひく人はね、風呂入るからなんだ。風呂入って、石鹸つけるでしょ。あれで風邪ひくんだ。風邪、だから自分が言うようにね、石鹸で洗うのやめてみや。風邪ひかんようになる。うん、そうやってみんな言っとる。みんなに言っとる、そうやって。石鹸で洗うから風邪ひくんだ。だコロナにもね、石鹸使うでコロナになる。そう言っとん。自分はだから健康のためにね、風呂は水をかけるからね、それでタオルで拭くから、そのために風呂へ入るんだけど、その石鹸ではあるんだけど、健康のためね。でね、人間っていうのは健康というのは雑菌。人間と雑菌が共存した状態が健康なの。こういうことなの。これを間違えとる。だから雑菌全部洗っちゃってね、健康ですなんて、そんなことはね、ありえんねん。ちょっと待ってね。ラッキーさん、時が止まるとき。時が止まるって面白いな。自分が71歳で、時が止まったらずっと71歳です。ええか悪いかわからん。それでね、中部空港で働いてるときにね、セントレア。全日空の女子社員がいっぱいおってね、まあ、でね、やっぱり1年に2、3回風邪ひくんだよ、ニトルと。大体ニトルがね、風邪ひいて、マスクして、苦しい、熱があるとか言って、仕事しとる、そういうやつがおるの。で、それにね、あんたな、風呂入るだろって言うと、風呂入るって言うんで、入って、それ石鹸で洗っとるだろって言って、ね、体をね。見習うでしょうって。いや違う、それがいかんのだって。全日空のすごい可愛くて美人なんだ。そいつ、その全日空の女子社員にね、風邪ひきたくなかったら、まあ、顔はいいけど、しょうがないでいいんだけど、首から下は石鹸つかまん方がいいよって言ったの。だから風呂なんか入らん方がいいよって言ったんだ。濡れたタオルで拭くだけでいいんだ。で、ここからここは、まあ、洗面台みたいなところでバーッと洗えばいいんだ。で、そうしたら風邪なんか引かへんで、一回やってみようって言ったんだ。そしたら、その女子社員が、何、柳沢さん、風呂入らんのって言うんでさ、
あ、もう30年ぐらい入ってないよって言ったら、入ってないというか、もうほとんど石鹸つけてなんか洗わないで、健康のために雑菌で人間は守られてるのにさ、その雑菌をさ、石鹸なんていう薬品でさ、ゴシゴシやったら、そんなの、体に悪いに決まってるやないかって言ったらね、何やないさ、風呂入ってなんて言うんだよ。だから入っとる、濡れたタオルで拭いとるんだからね。汚いねって言うんだ。汚いことあるかって言ってね。これもう30年もここで生きとるやないかって言って。風邪なんかひいとる。俺が一回風邪ひくのはあんた10回ぐらいひいとるやないかって。この間もこれひいとって苦しい熱があるとかなんか言ってやったやないか。いや、そうだけどさ。だから一回やめてみようって言ったね。風邪なんかひかへんねんって言ったらさ。そんな汚いって、ね、汚いって言われないって言うんだよ。その言うからやないか。言わんでも俺今誰も言わへんか。あんたに言っただけだ。言うなよ、このこと人に言って恥ずかしいって言ったら、言おうかなとか言って、言うなよ、俺が風呂入って、あの柳沢って、風呂入っとらんと、そんなこと言うなよって。もう風呂入って、石鹸でゴシゴシ洗ってるって言っといてくれって言ったら、いや、そんな嘘は言えんって言って、そういう、だからそういうふうに、世の中ってそういうふうに、ちょっと待ってね。ラッキーさん、お悔やみ申し上げますの、お悔やみはずっと抱えていくだろうな、悔やみってそういう言葉なのかな。何のこっちゃ楽を悔やむんだよ。悔やむっていうのは、まあ、その、残念だったというようなことや、うん。よし、まあ、これだけあるけど、まあ、これ明日だな。明日、まあ、明日は、まあ、昨日は、5時間もやって、YouTube から、コメントが消されちゃったで。今日15人、あ、14人もある。まあ、そういうことで、今日はまあ1年で、1時間でやめさ、あれですわ、やめますわ、もう嫌われるといかんで、うん、まあ、ちょっと愛される、YouTube 目指さないかんで。これね、あれだ、まあ、自分の生き方を歌った歌でも歌いますわ。今日まで、そして明日からというね、もうこれ、13,200円で買ってきたギターでやりますわ。まあこれはね、あんまりいい音じゃないけど、まあいいですわ。よし、そういうことで、まあ人間は死ぬときは死ぬで、やりたいことやって、いつ死んでもいいように準備しとかなあかんて。やるときは思い切りやったほうがいいよ。もう手加減なし、思い切り、うん、もう死んでもいいぐらいのつもりでやらなくなって、普段はやらんでもいいんだ。普段はぼーっとしたらいいんだ。やるときはもうその見栄も外分もない、こっちが切られて死んでもいいやぐらいのつもりで切りかかっていかなきゃダメだよ。 よし、じゃあ、私は今日まで生きてみました。時には誰かの力を借りて、時には誰かにしがみついて、生きてみました。そして私は思っています。明日からも こうして生きていくだろうと、君は誰かよ嘲笑って、君は誰かに脅かされて、私は今日まで生きてみました。そして今私は思っています。
明日からも恋して生きてゆくだろうと、私は今日まで生きてきました。時には誰かに裏切られて、時には誰かと手を取り合って、そして今私は思っています。明日からもこうして生きてゆくだろうと、ということで今日はまあちょっと早く終わりますわ。はい、9人が来ていただいております。何だったかなこれは。ありがとう、船山さんがありがとうございます、おやすみなさいということで、アッキーさんお疲れ様ですということで、うん、まあいいじゃん、もうその、もうたまにやらないなんてやるときはいいわいいわね、人間たまに舐められちゃうでね、やるときはやらないなんて、こっちがね、あの骨折るぐらいの勢いでぶち当たってかなあかんって、そんなもん。いいわ、いいや、そんなもんね、舐められてね、こんなどうせね、あの71の親父でね、こんな何かえたってね、ぼーっとしてるで、まあ、あのヘラ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 やって、あのやってこんなカスみたいな人間だということを思われたんだな、多分な。女でがあのこういうふうに態度で出る、うん、そうしたらね、もう分かった。それが分かったら、もうこっちもね、あ、ちょっと待ってと。ちょっと待って、そっちがそっちならこっちもやりますよって、こういうやりますよ、どっちもやられても自分は構わんね、もう取られるものはないんだね、やりますよ、やりましょうかってこう話でそれじゃない、そういう話だよ、うん、やるならやってみてって、こういうふうにやって、そういうふうにそういうことになるの、世の中ってそういうもんだ、大体ね、そういう人間ってね、あの立ちは悪いからさ、こっちが強く出るとね、ちっちゃくなる。で、こっちが小さくしてると、向こうがでかい態度で出てくる。こいつはバカだからみたいな感じでね、やってくるんだよ。そういうやつおるのよ。なんか日本に、世界中に、あの日本にいくらでもおるやん。うん、で、それでは、あの縮こまってたらダメなんだ。一発やられたら、バッといって10発ぐらい殴ってやる。そしたらもうやらない。懲りちゃって。いや、もうあれ恐ろしいで、まあ、あれ、まあ、下手なことで、いや、せん、せんほうがいいぞ、みたいな感じで。いや、もう見てて、で、向こうから歩いたらこっち避けていくみたいな感じで。ちょっと待って、竹人さん、何もやってないじゃないですか。何もやってないじゃないですか。何もやってないか。うん、そりゃ、YouTube が決めることやね。何もやってるのか、やってないのか、あの、YouTube が決めるの。裁判所が決めるみたいなもんじゃね。別にあんたがやってないなんて言ったって誰も知らない。殺人事件を行い、やっといて俺やってないよって言って、それ決めるんだ、裁判長。ラッキーさん、こら、イエローカード。ラッキーさん、コンプレックスを勝手に持つのは困るよ。いいでしょ、コンプレックス。じゃあ自分はコンプレックスの塊なの、うん。いつも言っとるやねん、コンプレックスの塊っていうか、その、意地と怨念で生きとるんだって、俺は意地と怨念で生きとるんだよ。普通の人間じゃないってことわからないの、聞いとって。鈍感もいいところだよ。普通の人間って意地と怨念で生きとる。意地と怨念だよ。そういうことで生きとる。あの、普通じゃないと思わなあかんね、すぐパッと、これは普通じゃないなって。だ警察でもさ、普通じゃないってわかるまでにちょっとかかるや、時間が。あの、あれじゃん。だいたい警察ってのは、この人間は普通じゃないなと思うな、こう電話して、県警の観察室に電話するときで、はっと気がつくんだ。あ、これは普通の人間じゃないな。警察の、県警の観察室に電話するんだ。ほいで、調べてすぐ返事くれってこういうふうに。普通じゃない。普通なら、普通じゃない。そう、ちょっと待ってね。ラッキー、煽りの性格に見えてしまうね。
チクリさん、そっちの方が社会にとって迷惑なのでは？なんで迷惑なの？ 言ってよ。何が迷惑なの？警察に職務質問受けたら、憲法第一条教えてくれっていうのが迷惑なの。それから県警の、観察室に電話して調べてくれっていうのが迷惑なのか。ちょっと答えてよ。迷惑なら、どういう点が迷惑？そっちの方が社会にとって迷惑なの。どういう迷惑してるの？かけとる。自分が警察に職務質問を受けたと。ほいで、まず、憲法第一条ちょっと言ってくれと。まあ、大体でいいわって。正確にはどうせわからんだろうって。こんなことが書いてあるって言ってくれと。聞くのが何の迷惑になる？社会にどういう迷惑かけとるの？書いてくれよ。ちょっとそこに書けるんだね。書いて。ああ。これから、なんだ、県警の観察室にこうやって電話するのが何の迷惑なの？社会にとって何の迷惑？観察室って何のためにあるの？いろいろ苦情を言うためにあるの。観察室というところは。そういう窓口があるわけで、用意されてるわけで、県警には、各県警に、どこの県警にもあるんだ。愛知県警にもあるの。何回も電話したことある。警察の不祥事があるでしょ。新聞に出るでしょ。そうだ、俺すぐ電話するの、警察に。なんだと、これは。他にこういう事件いっぱいあるんじゃないかと、ちょっと調べろって。すぐで、調べて返事くれって言った。ちょっと待ってね。チクリさん、警察の手を無駄に煩わせているとか、警察なんかそれが仕事だでいいじゃん。別に何も。他の人の捕まえてやってるんじゃない。警察はそれが仕事やん。質問しとるんだよ、こっちは。誰でもわかること言っとるんじゃないか、そんな。当然知っとらないかんこと聞いとるだけの話。何も何の迷惑もかけとらん。警察の手を無駄に煩わせてるって、どうして無駄なんだよ、それは。自分が無駄かどうかということは判断するんで、ね、自分に降りかかってきたそのことだから、いや、ちょっと待ってって言っとるわけじゃん。だから、もうじゃあ、県警に電話してみようか、それ。今から、県警に、チクリンってやつがこういうこと言ってるけど、本当ですかって。どうなってますかって。電話してやろうよ、じゃあ、今から。県警に。観察室ってあるんだわ。これ、警察の仕事じゃないのかっていうことだ。連絡先で、愛知県警の声やな。これ愛知県警の。ジクリさん、よう聞いとって。こちらは愛知県警察本部住民コーナーです。監ただい察、まの時間は相え？談業務を行っていません。なんだこれ。相談時間は祝日を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までです。ストーカー以外に関するご相談はストーカー110番052-9612052961ゼロ0888番へ。その八。他、お急ぎのご相談は、お近くの警察署、もしくは、交番でお願いします。ゼロ五二の九六一の0888って言ったかな。わからないな、これ。もっぺん電話するわ。相談？あ、ここまた書きちゃった。これ県警に何回でも電話しちゃう。ダメなのかな。052052だな。961-0888と、これが。ちょっと待ってね。ラッキーさんが。
各現場は必死に生きているものもたくさんいるんだよ。でん。でんじゃん。県警しかない。春日井警察署は、春日井警察はこれだ。はい、春日井警察の長川だと言います。もしもし。はい、もしもし。観察室お願いします。今ですね、当直の体制になっておりますので。はい。あのね、職務質問を受けたとするでしょ、それでこちらが警察にいろいろ質問するっていうのはいかんことなの？あの、必要があれば私たちもお答えできることは答えますけれども、聞いてもいいんでしょ？ほう。ほんで、職務質問というのは、警察の都合で勝手に辞めれるの？というのはどういうことですか？都合というのは。例えば、職務質問だって言ってきて、はい。いろいろ聞くわね。あ、そうですね。で、こちらが、まあ、いろいろ質問するわな。職務質問ですね。職務質問を受けた方も、警察官に対して質問をするということですか？そうそうそう。で、その、納得のいく答えがないもんで、こちらが住所も言わないし、名前も言わんわけだ。だけど、そんなこと言ってると、警察がめんどくさい。もう他に仕事いっぱいあって忙しいから、もう職務質問やめてか、他のとこ行きますなんてことができるの？そのまま、それで容疑が解消したりすれば、もちろんそこで終了という形にはなりますし。なんで容疑が、解決したの？名前も言ってないし、住所も言ってないけど、どこ行くんですかって聞いても、どこ行くとは言ってないのにさ、何も答えてないのに、警察が辞めて帰れるの？職務質問って終了できるの？その時々によって終了できたりできなかったりというのがあるので、その時に私が、その方を職務質問していたりいないので、状況は分かりませんけれども、基本的には、状況によって、変わってくると思うんですけれども、今されたっていうことですか、ね、いや、そんなことないよ。今されたことない。今された、いつされたとかではなくて、その警察官の都合で職務質問が辞めれるかっていうことですか、ね、そうそう、それ聞きたい。都合というかですね、本当に他に何かあれば、緊急なものがあればそちらに行ってしまう場合もありますし。だけどそっちからか職務質問って言ってきとるのに、こっちは何も答えとらんのに、じゃあまあいいですみたいなこと言って帰ってくなんて、そんなバカな話ないと思うんだけど。基本的にはお伺いをして、特に何もなければご協力ありがとうございましたということで終わることもありますし。協力なんかしとらんで。してなければ特に問題ないと警察官がそこで判断すれば終了する場合はあります。まあ、そういうもんなのか。そうですね。まあ、勝手に辞めれるわけだ。勝手に始めといて勝手に辞めれるってことか。そうですね。ほう。なるほど。わかりました。はい。それ、県警に電話しても県警つながらんけど、どうしてなの？観察室。つながると思いますよ。観察室っていうのは、今はつながりません。当直体制になっておりますので、必要最小限のものでやっておりますので。ほう。まあ、ただ警察本部に電話をしていただければ、警察本部にも当直はおりますので。24時間じゃないの？なるほど。わかりました。はい。まあ、いいんじゃない？もう一つ聞きたいんだけどさ。はい。一般、
一般市民ね、一般市民は、はい、犯罪者が1万人に対して 1.6 人なんだ。ごめんなさいね、私すぐその統計が目の前にないのでわからないです。ごめんなさい、そういうふうな統計が出てるってことです。そうそう、これちょっと何年か前の話だけど。はい、何年か前ってことですね。そういう統計が出とるわけね。はいはい。一般市民は1万人に対して犯罪者が 1.6、はい、で一方警察官は561人に犯罪者が1人なの、はい、これどうしてこんな差がある？犯罪者というのは、うん、どういうことですかね。犯罪を犯したもの、そういうことだな、犯罪者だ、どうしてこんなに差がある？これはその統計がどういった形で出てるかがわからないので、私はそれに対してはお答えができません。だけどなんでこんなに差がある？ 1 万人に 1.6 人と500人。それが正しい数値かっていうのが今私にはわからないので、お答えができません。それに関してはようわからんけども、そんなような数字が出とるらしいって話、ね、そういうことですね、うん、それが正確なものかどうかっていう、正確であればこういうふうですかねっていうことはお答えできますけれども、それが合っているかどうかわからないのでお話はできません。あの警察でさ、警察官が不祥事を起こした場合、はい、隠す部署って何という名前なの？隠す部署はございません。ないか。ないです。ないが、全部オープンにしとるってこと？そうですね。外にお話ししなければいけないことはお話ししていますので、警察の不祥事を隠す部署というものはございません。昔ね、今から10年ぐらい前にね、春日井警察署長と、はい、春日井市の助役っていうか副市長がどっかで酒飲んで、それでその副市長がどっか の, あの何か家を蹴飛ばして、家かあの何だったかな、あのシャッターかなんか蹴飛ばして、でそれが問題になって副市長を辞めたんだわ。ほんで誰と酒飲んどったっていうことを調べたら、警察、春日井警察署長と飲んどった。ほんで俺は多分警察の署、警察署の金で飲んだと思うんだから、そういうふうに思ってるわけ、自分は。あ、それで思われてるってことですね。自分は思ってるわけよ。自分の金では飲んでないと思ってるわけ。はいはい。あの、裏金だわ。裏金で飲んでると思ってるわけ。おう、自分はね、そう思ってるわけ。あ、わかりました。そう思われても、そういったものはないので。だから、あの、いろんな考えがあるので、どう思われるかっていうのは、それぞれのあれがあると思うんですけれども。いや、だから自分の、自分の考え、あの、で市役所にも行って、その副市長が飲んだ金っていうのは市から出したんじゃないかって言ったら、はい、人事の係長ってやつが来て、そういうことは絶対ありませんってものすごい力説しとった。あ、そうなんです。市役所、市役所ね、まあ、じゃあ市役所がないっておっしゃってるのであればないと思いますよ。警察か、私は市役所のことはわからないですけども、うん、じゃあだけ警察にもそういうのはないので、裏金ない、裏金ない思うのはあのご自身のそれぞれの意見だと思いますので、思われるのはかあのお構いはしませんけれども、警察もそういうのはございませんので。そういうことを調べたかったらどこ行けばいいの？春日井警察の。春日井警察のとこへ来ていただいてもないものはないとお答えするだけですよ。いやだから聞くのに何係に相談は、相談をされるのは住民サービス係というところがありますけれども、うん、あそこで全部一応最初にあの聞いてくれるわけね。そうですね。ただ今うん、来ていただくのがいいと思います。平日の日中ですね。あ、なるほど。はい。よし、分かった。はい。聞いたことは分かった。はい。よろしいですかね。あ、分からん。あの警察、一般市民は1万人に 1.6 人だけど、警察は560人。あの、いや、今度新聞かなんか切り売りと持ってこい。これ毎年、毎年、あの、公表されとる数字が。あ、そうなんですね。うん。だいつも多いんだ。警察官の犯罪の方が。いや、相談なんかしてくれんで。警察に反省なんて言葉はないよ、多分、おそらく。聞いたことはない。おそらくでお話しされるとね、まあ、うん、あの、先ほども言いましたけど、いろいろ考えられるのは、それぞれのことですので、思っていただくのは構わないですけどね。ああ、そうさ。はい、はい、わかりました。じゃあ、またよろしくお願いします。はい、はい。はい、これ、どうやって出るんだ、これか。
まあ、なんだった？どこから？だいぶ書き込みがあるところ読めれんの？お悔やみは、そっちの方が社会にとって迷惑っていうのは、警察の手を煩わしているとか、その辺は読んだな。それから私が悪かったです。すいません。もうやめてください。もう去りますって。遅いわ。うん、それからラッキーさん。ふわっちとか、ニコ生とかの警察、消防、救急を利用する悪質番組になるような。はい、チクリンが去りました。さ、インターネットで調べられることへ電話するのはやめてください。なんでそんなやめないか。自分でインターネットを調べようが、どこで調べようが自分の勝手だな。ラッキーさん、弁護士に5万円払って相談してください。なんで払わなかんの、その金を。電話で済むこと。それから、やれやれ。ランさんが、やれやれ、自分の間違いは自分と気づかないと。ああ、そうか。ラッキーさんが、0120が減ったのは、暇つぶしの相手に喋れるものが増えたから。あ、そうですか。ラッキーさん、結果不便が広がったということやね。それから、何だった？ランさんが、確かめると言ったことと今の話題が違っている、相手の警察官がかわいそう。それから、ラッキーさん、世の中はつながっているんだよ。何が言いたいのかわからない。自由と勝手は違うと。こういうことやね。まあ、それはそうだな。何しようが自分の勝手やな、そんな。そんなもん、そんなもん、ね、誰かにどうのこうのですね、言われて命令されて生きとる人間ではない。ということで、まあ、皆さんまた明日来る人おるかどうか知らんけど、あ、今日14人おる。うん、まあ、自分は何かあるとすぐ県警に電話する、そういう人間なの。そういうことなんだ。誰が何ちったってやるんだよ。うん、ランさん、何が言いたいのかわからないって。言いたいことわからん。わからんでいいじゃん。わからん番組じゃん。何が言いたいかわからん、YouTube ライブだもん。ラッキーさん、自由と勝手は違う。まあ、そういうことだな。うん、まあ、いいんじゃないですか。よし、まあ、そういうことで、今日もくだらんことで、終わったな。うん、終わった。もう、こういうふうです。まあ、自分はこういうふうだから、もう多分治らん。もうずっとね、死ぬまでこれですわ。うん、だから、まあ、これが嫌なら、まあ、来なくていいですよ。まあ、こういう番組だから、あ、これ出すの忘れた。これ出すの大事な。これ、皆さん、ビットコインを送ってください。ここに、有効に使いますので、ここに送ってくれたら、受け取りますで。で、メールアドレスに住所を送ってくれたら、お礼に、玉ねぎか、さつまいも送りますで、ここに送ってください。はい、それで、言いたいことがあったら書いてよ。どうなる知らんよ。どうなるか知らんよ。書いて、書きたかったら書いてくれていいよ。うん、何でもいいで書いてくれていいよ。うん、どんどん書いてくれ。うん、だけど、どうなるわからんよ。自分のなんか虫の居所が悪いと、昨日みたいなことになる。そういう人間なの、自分は。ただで済むなんて思ったら大間違いだよ。はい、そうですか。そんなことではつまんよ。これが、今これがある。これが。どこでも電話できる。うん、そういう、こういう、強い味方がある。やるならやってみろって話だ。とことんやれよって話。うん、よし、そういうことで。なんでもいいやろ。チャランポラの人間がやっとんだよ。チャランポラの人間が嫌だったらここに来なくていいよ。はい、そういうことでよろしくお願いします。じゃあ明日、ちょっと待って、ね。明日は土曜日だな。柴田さんが来るとか言ってたな。柴田さんが来るかもしれんな。ちょっと待ってね。ランさん、愛や友情を信用してないのに、愛情を期待してるの？期待してないよ、そんなもん。誰が期待しとるんですか？誰の愛情を期待しとるわけよ、そんな。期待してないよ。愛や愛情なんて世の中に存在しない。そういう人間なの。
自分は、あれは、あの、幻想、人間が作り上げた幻想、宗教みたいなもんです。うん、だから、愛や友情、それはね、幻想ありません、世の中には。はい、そういうことで、また、あの、明日、やるかやらん、明日やるかやれると思うかな。明日、名古屋、柴田さんがなんか言っとったでな。あの、どうなるわからんけど、多分やれると思うけど。そういうことで、あの、欠陥人間ですが、すいませんでよろしくお願いします。欠陥人間です。生まれてこん方が良かったような人間ですから、すいませんがよろしくお願いします。おらん方がいいです。あのこの地球上におらん方がいいあのような人間ですから、あの申し訳ないけど、こういうふうです。あの変更する気はありませんから、まあ、これでいきますよ、最後まで。だから嫌だったら来なくていいっていつも言ってる。これが嫌だったら来なくていいって言ってる。でも来てるね。他に行くとこないんでしょ。人間が、あの結局人間に魅力がないものでさ、他のとこ行けんわけだ。あの行くとこないわけだ。みんな、あの、なんか追い出されるもんね。で、ここに来るわけで、8時からやっとるから、できとるわけじゃん。他に行くとこない。寂しい人間なんか、あの、来るわけだわ。大体そういう感じで、書き込みで、なんかね、あの、そういうこと書くやつは、まあ、他に行くとこないもんで、ここに来てか、うさばらししとる。そんな、あの、ランさんが BTC の寄付は、博愛精神がなければ誰もくれないよ。くれたくない人はくれんでいいって言ってるじゃん、そんなもん。送ってみたい人だけ送ってみていい、送っていいよって言ってるじゃん。言っていることがおかしい。ほら、煽り始めた。煽り始めてね。そう。愛情なんか期待してない。言っとくけど。愛情は期待してない。そういう新しい技術を利用してみたい人がおいたら利用してくださいって言ってるわけです。はい、そういうことで、まあ、あの、寂しい人間ばっかが集まったのは、どうもここは、まあ、あの、船山さんぐらいだな、あの、いろんな、あの、あれで、熊ちゃんは芸能人、この熊ちゃんは芸能人は、まあ、いろんな幅の広い、どこでも行くとこあるだろうけど、船山さん、あとは、まあ、行くとこないで、ここに来とるって感じだね、どうも、そんな感じだな。もうひねくれたようなやつが多いな。大体自分もひねくれとるけど、だから類は友を呼ぶってやつかもしれない、きっとね。よし、それじゃあまた明日来てください。お願いします。